はい、皆さんこんにちは。グローカルの小笠です。ここグローカルチャンネルでは国際協力で活躍されている方、もしくは活躍してこられた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ早速始めさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、国際協力の中でも元 JICA 海外協力隊出身で今助課で勤められている遠藤さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。はい、早速なんですけれども自己紹介いただいてもよろしいですか。はい、遠藤明弘と申します。私も JICA 海外協力隊で2015年1月から2017年1月まで中東のヨルダンに体育隊員として派遣されておりました。で、今は青年海外協力協会という助課に所属しています。はい、よろしくお願いします。お願いします。ちょっとお聞きしておきたいのが、はい、そもそも海外とか国際協力に興味を持ったきっかけって何だったんですか。私大学3年生の時ですかね、東日本大震災でボランティアで1週間2週間ほど向こうに行ったんですけども、はい、その時に日系ブラジル人の方々がすごい多く参加されてまして、はい、率直にあれ日本人じゃなくて海外の人来られてるんだっていうところから、でその方々と結構関わり持つようになって海外の方にもちょっとボランティアで行ったりして、はい、ある日電車のつり革見たら例のチラシがパッとあったので、そこから協力隊の存在を知って応募に至ったっていう感じですかね。そうなんですね、はい、ちょっといろいろ深掘りしたいんですけど、はい、まず 3.11 があってそれでボランティアに行きました、はい、行った時にそのボランティアとして日系ブラジル人の方が多かったってことですか。そうですね、日系ブラジル人の2世3世とかですかね、日本語ペラペラなんですけど、はいはい、の方とかも一緒にいて、クリスチャンの方だったので、はい、宗教的な気持ちとして困った人がいたら助けるというところだけで皆さん来られてて、本当にそういうスピリッツってあるんだっていうところがすごい最初のボランティアにちょっと興味を持ったきっかけで。なるほど、ありがとうございます。ちなみになぜボランティアに行こうと思ったんですか。新卒で行ったんですけども、うん、はい、力試しっていうところは実際気持ちは強くて、はい、このまま社会出て何かこう役立てるかなって思った時に、社会出る前に自分のやれることとか探したいなって思った時にちょうどいい2年間で、あとお金も困らなさそうっていう条件が揃って協力隊に応募しました、最終的には。なるほど、そういうことですね、はい、ちなみにその応募する前って、はい、応募しようって思ったきっかけはつり革じゃないですか、はい、でその電車のつり革の前に海外に行った経験ってありました。旅行ぐらいで行ったぐらいだったので、どちらに行かれたんですか。本当ニューヨークとかそういうところにこう旅行で行ったぐらいで、はい、じゃあ途上国っていうよりは、はい、どちらかというと選手国に行かれたんですね。そうですね、はい、ちなみにニューヨークとか行ったきっかけってなかったんですか。大学生だしと思ってその後に日系ブラジルの方たちとブラジルの方にボランティアで行ったんですけど、それが結構もう最終的にはでかいかなっていうのが。なるほど。え、じゃあそこで 3.11 のボランティアで日系ブラジル人の人たちとお知り合いになって、はい、でその後その方がブラジルにまた戻られた時に一緒に行ったって感じなんですか。クリスチャンのイベントがたまたまブラジルであって、パパが来るっていうのですごい若者が集まるんですね。世界から300万人だったかな。え、そんな来るんですか。でもうブラジルの密林の奥地までいろいろ行ったりして、グループごとにやったり、キリスト教なのでチャーチの立て直しとかもあるんですけど、お菓子配るとかそういうところに一緒に行って活動するっていうので、日本人も本当に少しだけちょっと友達と3人ぐらいで組んで一緒にその中にバッと入ってきて、まあ全然クリスチャンでもないんですけど、皆さん全然勧誘もしてこないので、本当にもう一緒に取り組もうっていう姿勢で行ったのがでかかったですかね最後。なるほど。じゃあそういう経験があって、はい、新卒で自分が別にあまり負担なくとも選べる選択肢がないかっていうところで、はい、JICA海外協力隊を選んだ。そうですね、はい。実際応募自体はどういう感じで選択されたんですか。ボランティアの方は結構ご存知だと思うんですけど、新卒行ける枠が結構少なくて、教育大学にいたので体育の免許小中高を持って、それがないといけないような体育教育の中の要請があるところに行くんですけど、新卒行けるのが東南アジアの島国とかちょっとアフリカの方になってしまって、もともとヨルダンっていうのは確か実務経験が必要で書けなかったので書いてなかったんですよね、はい、第三候補ぐらいまでに、はい、それで結局面接の途中から面接官の方から中東とかどうですかねって振られてそこは体育隊精神で、はい、はい、どこでも大丈夫ですって言ったら合格通知がヨルダンになってたというところで。そうだったんです、ね、書けるところの東南アジアしか最初書いてなかったですね。そうなんですね。ちなみに体育隊って具体的にどういうことをするようなところなんですか。基本的には結構いろんな国々に似ていると思うんですけど、私にとってヨルダンだと要請出てたのはやっぱり体育の授業の改善と、あと人によってはこうスポーツイベントを企画して、なかなか授業の改善だけだと難しいので、スポーツイベントをきっかけにとかいろんな人に興味持ってもらったりとかいうツールとしてイベント企画したりとかいう人もいて、うん、私は授業の改善と前の隊員が2人かないたので、スポーツイベントを引き継いだりとかっていうのが主な活動でしたからね、はい、そうだったんですね。まあそういったわけでヨルダンで隊員として行かれるわけなんですけど、はい、ヨルダンっていう国どんな国なのかお聞きしたくて、実際ヨルダンってどんな国なんですか。そうですね、ヨルダンは場所的には皆さん中東って言われると何となくイメージつくと思うんですけども、エジプトとかシリアとかサウジアラビア、イラク、イランで囲まれたところなんですよ。
ね。基本的にはアラビア語が現地語で、宗教も基本的にはムスリムの方が多いんですけども、ヨルダンは実はワイナリーもあったりとかって、そうっていうことはキリスト教の方が一部 10% ぐらいだったかないらっしゃるっていう国なので、お酒がない国ではなく、あ、そうなんだ。じゃあ普通にお酒も飲めるし、食事は美味しいですか？食事はですね、美味しく感じるようになりました言い方的にはえ、一番最初行った時食事食べるじゃないですか、はい、食べた時にどうでした？羊の肉とか、はい、あとアラビアンコーヒーとかそういったところも、はい、これちょっと2回目きついなっていうのがみんな思うと思うんですよ、ね、最初は美味しい途上国あるあるだと思って、何が美味しいんだろうなって思ったりもしますよね。確かに無理やりこう同僚とかに連れて帰りたいとか、家のそういう家庭料理食べると美味しいって感じ始めて自分に美味しいって言い聞かせるとだんだん臭みが美味しく感じて大人の階段を登ってました。え、一番美味しい食事って何か覚えてます？一番美味しかったのはシュワルマっていう。シュワルマ知ってます？知ってます。アフリカではシュワルマはめちゃくちゃ人気でしたよ。あ、そうなの。あれ美味しいですよね。もうあれ大好きで食べ歩いてました、あれをいろんなところの。僕のイメージ、キャベツの千切りみたいなのがあるやつなんですけど、それ合ってます？お肉がこうケバブみたいな形で焼かれてて、それ切って、はい、あとちょっと野菜、あ、それ薄いパン生地で巻いて、またそれをトーストしてザクザクザクと切ったのを、長い棒みたいなの。あ、そうですそうです、こういう形の。そうです、はいはいはい、それは夜なんだと結構有名な食事なんですか？あ、それいろんなところにあのそういう売店じゃないですけどお店が出てて。そうだ、はい、でもあれめちゃくちゃ美味しいですよね。美味しいです。僕たちはあれは贅沢品だと思って、え、そうなんですか普段それ買うんだったら夜なんだったらいくらくらいで買えるんですか？200円とかですかね。多分安っ。僕たちは1000円ぐらいでした、それは高級品です。身近な食べ物ではない感じがちょっと高級品。でも確かにちょっと今言われたのだと、ちょっとヨルダンで特殊で、周りの国がちょっとこう戦争しがちな、ちょっと紛争が、はい、多いところなので、皆さんいろんな企業さんとか海外の駐在の人とかもヨルダンに来るんですよね。ヨルダン最後の砦みたいなこと言われてて、首都のアンマンってところは日本よりもベンツとかジープとか高級車がバンバン走っていて、じゃあ結構治安もいいし。そうです、治安はみんなが言うほど全然本当にいい方だと思います。はい、でかつ裕福なんですね。結構首都は特殊ですかね、やっぱりアンマンだけ。そうですね、東京だけすごくて、自分がいたのは北海道とかああいうところなので、はいはいはい、はい、ちょっとまた田舎っぽいんですけど。なるほど、ありがとうございます。ちょっともう一点だけ聞いてみたいんですけど、はい、実際ヨルダンっていう国2年間いらっしゃったじゃないですか。その中で危険なこととかありませんでした？結構閉鎖的なやっぱり国ではあるので、はい、男性同士のとかちょっとなかなかそういうのってないんですけど、はい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 、ヨルダンのタクシーって外国人とか男性とかは特に助手席に乗らないといけないんですよね。マナー的に後部席に乗らないんですよ。乗られると逆に運転手さん怖がっちゃって前乗れよって言われるんですけど、前乗ったら変な方向に連れてかれて何回話しても、いや俺んち来いよが連呼されて、いや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 待って待って仕事だから、いや俺んち来いよって、だんだん手がこういうのがあって60キロぐらいだったんですけど、一回ドア開けて、はい、そしたら向こうがおいやめろっていう話になって降ろしてくれて、はい、また別で帰ったっていうのがあって、まあ、ジャイカにはなかなか言えない、これ大丈夫かなっていうまあ言えない、もう時効、時効ですけど、ちょっとそういうのもあった、はい、ちなみにその方はタクシーとかなんでいい車だったんですか？セダンの新車とかもちろんないんですけど、全然普通に乗れるぐらいの。なるほど。ちなみになんですけど、後部座席が危ないっていうのはどういう意味なんですか？単純に考えるとそうだなって思うんですけど、知らない人とか男の人が後ろに乗られて何かされたりすると多分怖いんですよ。あ、でそういう文化があるのかわかんないんですけど、女性は基本的に後ろですけど。あ、そうなんだ。男性とかもう現地の人絶対基本的には助手席に。へえ、面白い。最初は言われますけど、だんだん慣れてくるんで男子は毎回横に。そうなんですね。ありがとうございます。ちょっとこの動画では一番最初、遠藤さんが国際協力に入ったきっかけからヨルダンっていう国でどういう生活をされてたのかっていうところをお聞きしたんですけど、次の動画では JICA 海外協力隊としてどういうことをされていたのかっていう部分含めてお話をお伺いしたいなと思ってます。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。